春本のいるチーム、オール怪盗学院だ。オール怪盗学院行きたい。第1候補、第2候補としては福谷さんとカレンちゃんコンボで好奇した。あとのコンです。推し作戦を参考にさせていただく。まあ1回戦はもう進むと柴田を起こしましたよ。スターボーツはもう今もうきついかな。ローリングが多分もうできない。あのゲームローリングゲーなところだから、基本対面で行った時にさ、ぐる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 回ってれば勝てるんだよ。ブラニさんはシューティングやるとごく丸にちょっとあまりにひどい時は怒るよ。なんでだよ、なんで見捨てられたんだよ。昨日もあったけど、ドラウマだけで合成されたヤバいチーム。いや本当にヤバすぎる、これどうしよう。フルタやるやん、フルタそこそこやるやん。ファースト守備、これはフルタ一択だ。ファースト初球はアウトを決まって、お父さんやめて、あぶねえ、これもう球速も球威もないからね、うちのこのノブピッチャー。ストレートのフライアウト2個はでかい。そして迎えるバッターは山本アミピーチ。まずは初球何それ合わせ方、強い風が吹いている。追い風8メーターやめて使わさい。なんそれ、第9を投げました。アウトローギリギリいっぱい。新規だからドミさん怒ってるの、そうそうから。ハープロではあんま怒らんから。これはボール、まあ、運が悪くてもまあこんなもんかなと思ってるから、もう体勢つきましたよ。このチーム来なかったんだね。ああそうみたいな。ああ8時間、いや8時間連続で帝王1回戦来ないか、へえみたいな。前作では本当に1回戦前夜祭帝王を狙ってたんですけども、8時間来なかったことがあって体勢がついてしまった。それでサードへ送球、これでワンアウト。さあこんなもんだな。初球打ちました、初球打ち、よし超えた、これ超えたのはでかい。セカンドへ送球、パワフルチャレンジ、これはやらかし、1点返しました。タッチはアウトリアウト。いやでもコンドラさんパレです。さあやべがやべたるゆえんを見せてほしい。初球を打ったセンターへ飛んだ、よしよし。うわ盗塁したいところだけどリスクがでかすぎるな。でも走るんだけど、リスクでいけ。あとランナー1人出せれば打撃操作続くね。この打撃がかなり重要になってくる。2020ではどんな伝説が起こるか本当怖いわ。これから4球目、やってるチームが永遠と来ないと。センターへ上がった、掴みました、三塁は。いや肩やばすぎる、タッチアウト、ツーアウト。なんそれ、第9を投げました、初球から行った、打球はさすがにもうツーベースできるでしょ。グリーンヒット、打球が飛んでいる、パワフルチャレンジャー同点、3対3。刻むと見逃し三振、怖すぎる。もうオールドレジェンドの打線が怖い、みんな強い。同点で迎える4回です。さあそれを言ってくれ、ナイス、オール成功、ランナーが2塁に進んでいます。大井がなかったことにされるように進みました。あどうも今度です、 2.7 万人おめでとう、ありがとうございます。投球これから2球目でしょう。ストレートはストライク、背番号27番の偉人。さあ外してくるのか、古田敦さんを作り、古田敦也さんを作りたい。ほんまに強すぎる、なんだこの選手は。ストライク、ツーボール。さあ次は何を投げてくるか。いやバットの先っちょ強いね、スライダー。これでワンアウト、本作ではいいコンボ待ってる。魅惑の矢部明夫です、期待したいところですが、まあ、スバル君か確かに今作は進藤さんとのいいコンボがある。打った、よう取れたよね進藤コンボ。掴みました、裏の力が裏方さんの力働いてるよね、スバルにいいコンボラッキー。センター前ヒット、ボールはこのその状態、ここはちょっと1点取ろう。三塁蹴ってホームへ、パワフェスチャレンジャー、よしよし、2塁ランナー潰しといて、とりあえずこのイニングはこの得点され、5回裏やりたいし。
だからなんとかしてくれ。うますぎる。さあそれでは、さあその自動失点きつい、いいじゃない。投げた、初球を打った、センター前ヒー。少しばかり集中します。変化量変わる。稲尾さん、ピンチへやめてくれ。エンディングでお願いしたい。いや緊張してきた。メンタルが大事だこのゲームは。第3球は打ちました。ナイス風。下がっていった。あと弾いちゃった。でもならなんかセンターコロとかもありそうだけど。今日初めてのヒットになりました。さあ矢部昭雄、この打席は何を見せてくれるのか。塁上を埋めていきたい。まず矢部が失礼していいとな。第2球はこっちピッチャー足りないんだよね。ワンボールワンストライク。宝の7失点。第3球を打った、センターへ飛んだ。ヒット。矢部、はい、選択肢出ました。ホームラン、いやでも打てないよな。進む追い風7メートルだけど、ホームランかヒット連チャンで同点にするか。どうかな、阿部寛を信じる。ナイス、よし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 。この場面でのツーベースはマジで熱い、熱すぎる。経験点にもつながったし。先ほどの得点シーン、うわ、アワビのチャレンジャー、さらに同点のチャンスです。さあ蛇島が打席的な表情、熱盛りベイ、ありがとうございます。なんとか食らいついてほしい。打ったぞ、ナイスな当たりが飛んでいる。よし落ちた。パワフスチャレンジャー、さあ、うわー走りて。それでパワフスチャレンジャー、さらに同点のチャンスです。よっしゃ、このギャンブルはでかい。蛇島、大事な場面うわ、タツイでホームラン狙う。まず島田で同点。投球2球目、ランナーも出したいね。いやワンダフォー、熱盛ありがとうございます。第3球はお、どうだ。まあまあまあ、ライトへ上がって、これは引っ張りました。ランナータッチアップ。 OK、 ランナーホームイン。まずは同点。大丈夫かなポイント。チャレンジャー、なおもチャンスが続きます。不安だけど、とりあえず強振打ちで。初球は敬遠ですね。はい、ランナーたまるのは嬉しいわ。大事だからに今日のターンや逆境まで、ありがとうございます。そろそろバッターと勝負していただきたいところ。いやメンタル持ったわ。ここは歩かされます。うわダイソーとかも出してるよな。その瞳には1点の希望もあります。そこの敬遠ってマジ。投球これから2球目、グランドスラムなら得点する。あともう1人、いやでも怖いな。次は逃げずに勝負してほしい。ここは勝負しません。インヒロハダンス G だ。初球を打ちました。これは内野ゴロ、ホームアウト。これはしょうがない。アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。もうちょっと経験点を重ねに合わせたいね。さあここでバッターボックスは先ほどヒットを放っている長谷。オーマイガー、これは引っ張りになります。重ねられない経験点。パワフスチャレンジャー、腰を許します。きつすぎ。まあでも当番操作はできたから3ポイントずつは前作だったらもらえたはず。勝ち越しのシーンをご覧。パワフスチャレンジャー追加点のピンチを迎えております。負けのピッチャーとか出せねえわ。第9を投げました。初球を打った。上手すぎでしょ、何それ。プロ野球レジェンズ、さらに1点追加、10対7。バッター反町、チームを勢いづけにかかります。打ちました、初球打ち、ヒット。虫が一気にホームへ。パワフルよーし、ツーベースナイスポイント稼いだぞ。2点に縮めました。それでは、臨床筋力技術かなり稼げたはず。いただきましょう。ノーアウトランナー。申告しなくてテンポ悪い。さあ、申告敬遠がこのゲームはないんだ。垂れ流します。さあ、次の球。大きく外してきます。第3球を進塁にしたいんですよね。三塁ラン、じゃ二塁ランナーを三塁に置いて。打ちました。よし、ナイス。三塁ランナーホームイン。ナイスバッティング。バッティング。
ノーアウトランナー一塁三塁シューター来た。さあ矢部の時間がやってまいりました。待ってピンチへ持ってたっけ。はないのか。強打者丸の内角攻めの切れ丸玉持ち丸。投球2球目打ったファウル。ゲームの時に振ってストライク2球目はサミに影響はしますね。さあ3球目。おどうだファーストツドン。これでワンアウトワンアウトランナーそのまま一塁三塁です。さあいかに進むか。バッターボックス依然好感度は高いまま。投げた変化球はボール完全なボール球。さあ3球目絶対打ち上げた。オッケーナイスベースナイスベースナイスベース。さらにポイントをもらっていく。ツーベースと共に足して6、犠牲フライも含めから足して11。いいんじゃない。さあ蛇島が打席で不敵な表情。変化量の出るか。第2球は変化球はボール。これはやワンダフォーベイありがとうございます。投球これから3球目出た。シェイスリラーサヨナラサヨナラ。いや何度勝ち越されたんや。最後はスリーランさよなら蛇島によかったら高評価よろしくお願いします。これは怖かったよこの試合ガチで。